今回はですね、ナイキ原宿のブログチェック編になります。もういよいよあと11日というところで、前にも話していたナイキ原宿、どういう抽選をしているのかというところでですね、ブログをチェックしていきたいと思います。Google でですね、ナイキ原宿と打っていただいて、トップページすぐ出ます、ナイキ原宿のストアブログ、原宿をクリックしていただきます。ちょっとですね、私なんか間違ったとこおっしゃったっぽくて、初っ端なのかですね、ちょっと前に発売されたジョーダン1の抽選終了が出てしまいましたが、ここ間違いでした。すいません。このページが本当のとこですね。で、問題はですね、この、今回のまだエアマックス95の抽選方法出てないんですけども、今出てる方の抽選方法でもしやるとすると、こういった形で、注意事項が書いてあります。抽選方法ですね。身分証明書が必要ですよ。ナイキのアカウント作ってくださいよ。とかです。書いてあるんですけど、田舎者に関して、私は遠方なんですけども、かなり厳しいルールが一個書いてあったんですよね。ですね。もうちょっと下に行きますと出てくるんですけど、抽選期間にナイキショップに来て、抽選を受けてください。っていうのが書いてあるんですね。なので、これ一回ですね、ナイキ原宿に行かないと、抽選の対象にならないっていうことが分かりました。ピンチですね。ちょっときついなって感じするんですけど、でもちょっとルールなので、これ守らないと、抽選に入らないと思うとですね、やらないといけないですね。まだ時間あるんで、時間を何かしら作っていきたいと思います。はい。せっかく久々に、原宿、東京に行くので、ナイキショップ原宿に寄って、帰りはですね、高円寺に寄って、駅前の、まだあればですね、焼き鳥大将で一杯やって帰る。という、楽しいプランで一旦ナイキショップ原宿にはちょっと寄りたいと思います。ぜひですね、関東圏内の遠方の方でしたら、何かしらチャンスがあれば行った方が間違いなくいいので、当選確率を上げていきましょう。また動画引き続きアップします。どうぞよろしくお願いします。